皆さんこんにちは、元気ですか？ねえ、やばい、なんかインスタグラムが、すいません、めちゃくちゃお久しぶりになってしまいました。1年とか、1年以上かもしれない、ほんと申し訳ないです。やばい、みんな元気、やばい、なんかちょっと、ごめんなさい、久しぶりすぎちゃって、なんかインスタグラムなのにもう今噛んじゃったけど、すごい緊張してます。はい、生きとったんかまる、やばい。いや、ほんとそうだよね、ほんとそうだよね。あ、ちょっと今日の4時頃にご報告がありますということで、ちょっとインスタグラムしますっていうのをね、告知をさせていただいたんですけども、まだちょっと始めてすぐなので、もうちょっとしてから、まあ、本題はお話ししようかと思ってます。で、ちょっと最初は久しぶりなんで、ちょっとコメントを読みつつコミュニケーションが取れたらいいなと思ってます。そうなんです、髪の毛切りました。はい、最近、去年の末ぐらいにまたちょっとショートにして、で、今年私27歳ぐらいになるんですけど、そう、なんか久しぶりにショートにしたら、こうセットをしないとさ、ちょっとおばさん感出てきちゃうようになっちゃって、ちょっと今日も頑張って、はい、セットして、はい、ライブしてます。ああ、みんなあったかいわ、本当にありがとう。で、ちょっとね、ご報告しましたとかっていうちょっと含みのある言い方をしたんだけど、なんか引退とか結婚とかそういうことではないので、本当なんか期待してたらごめんなさい。はい、いつも見てます、ありがとうございます。なんか あったかい、みんなあったかい、本当にありがとう。ちょっとね、痩せました、本当にね、それは痩せました。ちょっとね、痩せちゃったんですよ。はい、で、まあちょっと5分ぐらい経ったんで、ちょっとご報告というかお話をさせていただきたいなと思うんですけど、ちょっと2つあって、1つはちょっとここ最近私の活動が見えないと、SNS とかもちょっとね、あんまり更新してなかったりとか、なんならツイッターもやめちゃってツイッターやめたのが、まあいろいろ理由があるんですけど、ちょっと私の個人的なことで、まあちょっといろいろ解決しないきゃいけないこととか、まあいろいろあったりとかして、まあ、話せない部分がほとんどなんですけど、ちょっとSNS をこうちょっと休養じゃないけど、更新頻度が減ったりとか、YouTube もね、去年の10月ぐらいからちょっと更新が止まってしまったりとか、いろいろご心配おかけしてすみません。本当YouTube のコメントとかにも引退したんかみたいな引退したんかみたいなコメントも来てて、いや本当ご心配おかけしてすみません。ちょっと仕事のモチベーションが下がってたのは事実で、今年の4月からはちょっとモチベーションを上げて頑張って仕事をしていきたいと思っているので、応援していただけると、こんなんですが応援していただけると嬉しいです。
禁酒に成功したとか、もうね、私全然お酒飲んでないよ、本当に。1年以上お酒飲んでないんですよ。これが禁酒成功しちゃったよ、本当に。普通に成功しました。はい、そんな時もあるよ。だってみんな優しい、ありがとう。はい、本当ご心配おかけしました。で、あともう一つのご報告が、あんまりね、SNS でちゃんと、宣伝っていうか、投稿がね、ちょっとできなかったんですけど、今、クラウドファンディングで、写真集を作ろうということで動いてまして、4月の頭頃から、この、なんだ？ごめん、緊張してんの。クラウドファンディングが始まって、あと2日3日で、クラウドファンディングが終了します。で、もうこの 1-2ヶ月、たくさんの方に5,000円、ご支援をいただきましてありがとうございます。たくさん、コメントもいただきまして、それも全て、読ませていただきまして、すごく元気をもらっています。ありがとうございます。で、あとそのクラウドファンディングが2日3日で終了してしまうということで、ちょっとこのインスタグラムを見てる皆さんに、お力添えをいただきたいなと思いまして、今日はライブ配信をしております。はい、写真集、前回が玉ゆらっていう写真集を、発売させていただいたんですけども、今回は私もちょっと企画に参加して、構成とか、どういうストーリーでいくかとかっていうのも、私も一緒に考えて作っていきたいと思っています。無音だけど久しぶりに見れて嬉しい。あ、無音？嘘やん。聞こえてる？聞こえてるかな？あ、よかった。聞こえてる。うん。で、今回私もね、グラビアのお仕事でデビューして5周年とかになるので、それも記念して、皆さん満足していただけるような写真集をですね、お届けできるように、頑張っていきたいと思っております。あと3日っていうすごく短い期間ですが、皆様、ご支援をいただけると嬉しいです。あ、ありがとうございます。 URL 貼ってくれた、優しい。ありがとう。そうです、これですか。そうです、ありがとうございます。このあとこのライブが終わった後に、ストーリーと、インスタの投稿の方で、再度URL を貼って、告知をさせていただきますので、よろしくお願いします。いや、もうなんかほっとした。私なんかすごいさ、このなんかインスタグラム超久々すぎて、叩かれるかなと思ってたけど、めちゃくちゃみんな優しくて、いや、ほっとしました。ありがとうございます。もちろんね、写真集を出すということで、イベントとかも、まあ、現時点では企画はしてないんですけど、考えていければなと思ってます。
早速クラファンしてきます。ありがとうございます。活動続けてて本当に良かった。ありがとうございます。ちょっとね、今回私8キロぐらい痩せてしまいまして、まあ、いろいろあって8キロぐらい痩せてしまったんですが、ちょっと写真集に向けてその肉体改造ということでいろんな方にご協力を、いただいて、すごい仕上がった体で撮影に臨みたいと思ってますので、もうこれ以上もうマックスじゃんみたいな、これがもうマックスじゃんみたいな体でちょっと撮影に臨みたいと思ってますので、ちょっと期待しててください。はい。今200人見てるから1人1万円カンパニー200万。ありがとうございます。はい。グラビア始めて5年ぐらいになりましたね。はい。もう子さんというくくりなのかちょっと分かんないけど、もう5年も経ってしまいました。ちょっと一度増量をして、そう増量をして、で、まあ、筋肉もしっかりつけて、おっぱいもちょっと小さくなっちゃったんでまあでもね、小さくなったことで私が包茎してないっていうことは皆さんにそうちゃんと伝わったと思うんで、はい、今まで死ぬほど包茎疑惑とか出てましたけど、はい、お酒やめると痩せます。本当にね、それは感じてて、このね1年間ほどは、まあ、お酒も飲まなくなったし、その食事の仕方とかもすごく大きく変わって、その無添加生活とか、もう添加物も全然一切取らなかったり、加工食品とかも全然食べなくなったりとか、本当にねそういう口に入れるものに関してはなんかね徹底するようになって、そしたらねやっぱりね、私今まで肌荒れとかすごいしてたんだけど、そういうのがねなくなってきて、格闘家みたく鍛えないでください。よくね、そうだよね、よくなんか鍛え始めると突き詰めちゃうこととかってあると思うんですけど、まあ、私もねどちらかというとそっち派の人間なんで、もしかしたらもうなんか写真集終わりにめちゃくちゃムキムキになってなんかベストボディジャパンとか出るとか言い始めたりとかするかもしれないんですけど、まあ、それもはい、優しく見守っていただけると。オーガニック派、オーガニック派になりましたね最近ね。これにもすごい理由があって、ちょっとこの1年間私はネットフリックスとかでその食品産業の闇みたいなドキュメンタリーを死ぬほど見たんですよ。そう、それでなんか鶏肉の養鶏場とかそういうなんか闇みたいなのをたくさん見て、それを見てなんかちょっと変えようかなっていうのもあったりとかして、はい、コストコ行って爆買いして増量だ。
ブラジル産のヤバさっていう、まあちょっとなんかあまり詳しく言えないですけど、気になる方はあのネットフリックスで食品産業の闇っていうドキュメンタリーを、はい、チェックしてみてください。何の話よ、写真集の話しとるんやが。すいません、クラファンしてきました。ありがとうございます。早速ありがとうございます。ちょっと後ほどあの見させていただきます。本当にありがとうございます。あーもうみんな優しい、本当に。今回は頑張るよ私、本当に。あのもうあの Amazon のレビューとかで低評価をさせない、もう絶対に。いやもうめっちゃ頑張るもん、本当に。報告って写真集だけでしたっけ。そうですね、写真、主に写真集を今やっているということです。ちなみに皆さん、こう写真集で見たいカットとか、なんかあのこういうのをやってほしいとかっていうのを教えていただきたいです。前は G カップだからまた G まで戻すの、分からん、どこまで戻るか分からんけど。でもおっぱいが全てではないけどね、けどね、なんかあちょっと心配されるような感じは嫌なんで、はい、しっかり頑張りますよ、はい。いろんな構図が見たいです。七尾ポーズ、七尾ポーズは七尾さんじゃなきゃできないからね。おー、超人を生かしたポーズは見たい、見たいカットはあるけどここでは言えない。クラファン終了後に撮影、そうですね、まだ、撮影はしてないんです、今準備期間で。写真集買うのいい年のおじさんはちょっと照れるんだけど、どうしたらいいんだろう。全然照れなくてよくないですか。なんかいいじゃないですか、好きなものを買って。バックショットね、じゃあお尻鍛えないとね。 M 字開脚やばいな。クラファン出社以外の方もアマゾンで買えるんですか。ちょっとアマゾンで買えるかははっきりとここで言えないんですけど、あのもちろんそのクラウドファンディングで、出資してない方も買えるようにはしたいと思ってます。そのデジタル版が出るかとか出るのかっていうところとか、どこで販売をするのかっていうことはちょっと今この時点では明言できないので、またそれは話が進展したら皆様にお伝えできればと思ってます。夏希ポーズをぜひ、笑顔がたくさん見られるです。ありがとうございます。覚えとく、皆さんのその案をちょっと参考にさせていただきます。生瀬名は性格いいようでよかった。何それ、生瀬名じゃなかったら性格悪かった、何、どういうこと。続くよ私は。ボンテージカメラ目線、地元の岐阜でも写真集発売イベントしてほしい。いやできたらいいけどね。
夏に撮るんですか、季節を感じる映画みたい。そうだよね、撮影は、まあ、初夏か夏かぐらいになると思います。玉浦ではちょっと季節はずれてたんですけど、浴衣を着て花火をしてるシーンとかっていうカットもあったりとかしたんで、そういう季節も四季を感じられる絵っていうのも、撮れたらいいなと。声初めて聞いたかも。本当？そっか、なんかそうなんです、なんかすごい低いんですよ私。おじさんが写真集のイベント行ってもいいですか？全然来てほしいです。想像通りの声で違和感がない。本当？そっか、カルバンクライン、なるほど。ありがとうございます、たくさん。っていう報告でした皆さんご報告がありますとか言ってなんか含みを持たせる言い方で、ほんとそわそわした方ごめんなさい。あと皆さん本当に勘違いしないでほしいのが、いたって今私は元気なんで、はい、ご心配も嬉しいんですが、元気なんで大丈夫です。デビュー5周年、そうだよ、5周年、5周年になりました。何の報告でしたかっていうことで、まあちょっと最後にもう一回一通りお話しさせていただきます。まとめという感じで、今の時間帯だと見れない方もいるだろうで、アーカイブを残るのでしょうか。アーカイブどうなんだろう、残した方がいいのかな。一応残しとこうかな。クラファンは検索からなんとかたどり着きました。ありがとうございます。今ね、幕開けでやってます。はい、幕開けだよな、幕開けちょっと待って、幕開け、幕開けあの後ほどそのクラウドファンディングの URL はストーリーからだと URL 貼り付けられ貼れるので、そっから飛んでいただけると嬉しいです。この時間にライブは驚きました。いつがいいんだろう、てかもうそのライブ配信っていうのが久しぶりすぎちゃって、もうなんか仕様もわかんないし、何時頃やったらいいんだろうみたいなそうなんです、ちょっとおばさんになってました完全に。今回のは残した他の方も見られるようにした方がいいよ。ありがとうございます。じゃあアーカイブは残すことにします。5周年おめでとうございます。ありがとうございます。5周年ってことはファン歴も5年、5周年、そうですよね。のせつさんも最初から応援してくださったんで、もう5年になりますね。ありがとうございます。多分この時間は仕事や学校の人多い。そうだね、そっか、そうだよね。じゃあアーカイブは残そう。YouTube の小西ディレクターからコメント来てますけど、最近はエルデンリングやってますか
なんかさ、 YouTube でエルデンリングの動画上げたけど全然再生数伸びなくてびっくりしたわゲーム実況興味ないのかな、ごめん。あのエルデンリングに関してはあれどこまであったっけ、ボスは倒したんですよ。ボスは倒して、だけどミケイラのなんちゃらっていう裏ボスはまだやってないです。エルデンリングでは、なんかファンの方も一緒になんかボス戦やったりとかしてめちゃくちゃ楽しかった思い出がある。なんか謎に私のあのなんていうのフレンドにファンの方が何人かいてで、なんかフレンドだとさ、どういうゲームをやってるのかとか今オンライン中かとかって見れるのよそう、私のファンの方もなんか何人か謎に私のフレンドに入ってるという幕開けじゃなくてキャンプファイヤーっぽい、やった、やってしまったキャンプファイヤーです、すいません、すいません、キャンプファイヤーでした。あ、 URL を貼ってくれた方がありがとうございます。あのこちらでございます写真集の制作過程をインスタで報告してください。そうですね、そういうのもあると面白いのかな。うん、そうだね、そういうのもね、みんなに伝えて いけたらより面白い作品になるのでは。確かに、他のゲームは何するんですか。他のゲームは最近は何したっけな、最近はあ、ホグワーツレガシーホグワーツレガシーやってました。もうクリアしちゃいましたけど、ちょっとなんかエルデンリングでそのえぐい難しいゲームをね PS5 で一番最初にやって、なんかそっからやるゲームがあまりにも簡単すぎちゃって、なんか達成感みたいなのが、こうやってなんかフロムゲーが好きな人ってハマっていくんだろうなっていうのをね感じてますそろそろ行かないといけないからまたインスタライブでしてね、ありがとうございます。ということで今日は30分ぐらいできればいいかなと思ったんで、私もそろそろインスタライブ終わろうと思います。今日 あのまとめなんですけど、まず一つはちょっと最近あの SNS 投稿とか、ちょっとあの活動が見えない状態が続いてしまって、皆様にあのご心配をおかけしてすみませんでした、申し訳ございませんっていうことと、あと一つは、今クラウドファンディングで、写真集を制作しています。ですでに100万円ぐらい集まっている状態なんですが、まだまだその、ご支援あのいただけると嬉しいです。あと3日ぐらいしかないので、はい、ちょっと時間が迫ってるんですが、クラウドファンディングの方もよろしくお願いいたしますということで、このライブのアーカイブも、残す予定です。で、さっきコメントでもいただいたんですけど、写真集の制作過程もちょっと今後あのインスタグラムにて都度ご報告ができたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。ありがとう、みんな優しいコメントありがとうございます。
3日間で財布と相談して決めます。そうですね、あの皆さん、あの決して無理しないでください。あのできる範囲で、コメントだけでも本当に私は嬉しいので、はい、決して無理をなさらずよろしくお願いいたします。ということで、ご報告でした。また皆さん会いましょう。会いましょうって何？またライブしますね。うん。よかったら見てください。また。ではありがとうございます。バイバーイ。